あのね、私も感謝だね。あの子またきつそうな顔で、いじめはダメ先生なんて、あの日のこと覚えちゃいない。私が大人になりました。あの子また死にたそうな顔で、いじめっ子は母になってました。あの日々ごと忘れてない。足屋で帰り一人きりのスタルジー、気づいたら鬱になってました。自分のこと考えない。集まりの悪い同窓会、焦り久しぶりホームルーム、意味ない話犯人探し、課内生徒とか関係ない。見えない将来、わからないだけ。